離しておかないと。そうですね。おー、そのリズム。この人は187センチで74。ちょっと日本の選手とか違うんで、はい、ブロックのタイミングすごい取りづらいんですよ。なるほどね。これはアウトです。アウトです。そういえば中国の選手っていうのは体がみんな柔らかい。例えば飛び込みの選手なんかでも、はい、本当に体柔らかいですもんね。そうですね、だから腕の振りというよりも手首で打つパイプを打つっていう、なるほど、多いんですよ、ね、だから腕の振りというよりも手首で打つパイプを打つっていう、なるほど、多いんですよ、ね、カルバハルのブロック、カルバハルのバックアタックを総立軍が見事にブロック止めましたです。13対6、坂本清美のサーブ、レッドオフ、移動、これは綺麗に中西に入った、回り込んで立軍を打たれてますからね。もう完全にもう米塚もブロック的を絞ることですね。これです。あ、このプレーですね、はい、そう、立軍バルセロナオリンピックの中国代表でした。平行突の範囲を早くスイングしておくんですけどね。あ、そうですか、はい、その最近これは無理な体勢ですが、よく打った、通攻撃、中西どうする、ライトに回り込んでいる総立軍、7対1、ここで NEC が指揮を迎えています。次に繋がります。こちらは大掛、あと内だ、どちら助走をつける、ブロック決まった、この人だけ2回目のチャンスが訪れている NEC 東京。です、ね、いうことなんですね、まとまりますね、その次はスターティング6に入れている第4セット、早い、どの辺がいいですか。完全にもうサービスエース、こういったプレーですよね。そうですね、ちょっと受け身に回った傾向がありますね。今連続でユニジがやられてますね。大分けブロック、許俊廉か蘇立軍か、外国人勢2人のブロック、2人で1つといった感じですね、はい、2人飛んで再起、初優勝、セットカウント2対1、ユニチカ、そして第4セット14対7、リードされた NEC のサーブ、大活躍、中国代表の蘇立軍が決めて再びマッチポイントにサーブ、チャンスボール、おい、バッター、ユニチカ V リーグ初優勝、このパフォーマンス